皆さんこんにちは、こんばんは。今回はプラモ作成動画ではなく、こちら一番くじなどでゲットできるクリアファイルのちょっとした使い道を紹介したいと思います。一番くじを引いた方ならほとんどの人が持っているやつだと思います。まさかハズレだと思ってないですよね。旧キットの箱絵のデザインがあったりして結構おしゃれです。早速これらをおしゃれにできる便利アイテムを紹介したいと思います。それでは行きましょう。最初に紹介するのはこちら、ダイソーさんの A4 のフォトフレーム。もちろん100円です。クリアファイルは A4 サイズを収納するためのものなんで大きめにできているんですが、こちらはそれを加味して収納できる神アイテムになってます。これで100円、100均侮りがたし。早速はめるとこんな感じでぴったりです。あっという間に完成。完成品の質は後でまとめて見てみましょう。続いてニトリさんの A4 症状学という商品、お値段は税込み610円です。こちらも A4 のクリアファイルがぴったり入ります。100均に比べて少しお値段が高いですが、ガラス製になっていてずっしり重く少し高級感があります。もう一つは B4 のポスターフレーム、お値段は税込み699円で、こちらは B4 も A4 も収納できるフレームですね。こちらはガラス製ではなく樹脂製になってます。早速これらにクリアファイルを入れてみましょうか。 B4 のフレームの方は内側の縁にマスキングテープで固定して使います。早速できたので見ていきましょう。こちらはダイソーさんのフレーム、旧キットの箱へのクリアファイルを入れてみました。レトロでおしゃれじゃないですか。窓板は樹脂製で少し透明度が低いですね。まあでも100円でこのクオリティはさすがって感じですね。こちらはニトリさんの B4 のフレーム、フリーダムのこのクリアファイルを入れてみました。動画では少し見づらいですが、内側の縁も相まってかなりおしゃれになりました。モダンアートって感じですね。展示されててもおかしくないですよね。素晴らしいです。そしてニトリさんの症状学、マスターグレード WX の箱へのクリアファイルを入れてみました。こちらは窓板がガラスなので透明度も高く高級感があります。こうやって見るとこのキットは持ってないんですが、ついつい作ってみたくなっちゃいますね。さらにクリアファイルだけでなく実際の箱絵も飾っていきましょうか。シーガンダムなんてかっこいいし、今ではレアキットなんでクローゼットにしまっていたり捨てたりするのはちょっともったいないですよね。ガンプラの箱のサイズは決まっていて、クシーガンダムなどのでかい箱は少し調整してあげればこれら A3 のフレームに飾れます。ダイソーとニトリの2種類ありますが、今回はニトリのポスターフレームに入れてみたいと思います。 A3 のサイズは縦 297mm、 横 420mm、 ガンプラの箱は縦 310mm、 横 390mm になってます。横のサイズは大丈夫ですが、縦は少し切って入るようにしましょう。はい、こんな感じで出来上がりました。横が少し余るけどいい感じですね。フレームに飾ると一気におしゃれになります。はい、ということで今回は番外編としてクリアファイルや箱へのおしゃれな使い道を紹介してみました。いかがだったでしょうか。プラモデル作成にとってモチベーションを上げるのも大事な要素だと思います。皆さんもやってみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。よろしければ本編の作成動画も見ていただければと思います。ではまた次回お楽しみに。